と誰かがこんな風につぶやくだろう。どうしてなくしながら歩き続けるの。それでは参りましょう。3、2、1、スタート。綺麗。光がついたらパズドラのドロップみたいにいろんな色のカラーが。皆さん後ろのバルーン、そしてステージ両脇にありますドロップが点灯いたします。ドロップ点灯する、点灯する。これ何のために置いたのかな。あ、本当だ。あ、ついたついた。はい、つきましたね。ゲーム好きに悪い人はいない。ゲーム好きは正義。素晴らしい。あ、本当にドロップが空飛んでるみたいね。実はですね、今日はこのしょこたんサンタから皆さんにサプライズがあると伺ってるんですけれども、皆さんの願いを叶えにやってきたという。そうなんです。せっかくサンタの格好をしたので、せっかくですからしょこたんサンタに願いを叶えてもらいましょうか。そこにいる、ちっちゃくないですけど、はい、ちょっと恥ずかしそうに。そこそこ成長期ですね。成長期の、いい感じ。いいですよ。中間のお友達に登場してもらいましょう。中間のお友達さん、出てきました。はい、お、少年、はい、来てくれました。ありがとうございます。私より背が高い。ねえ、うん。さあ、じゃあしょこたんに叶えてもらいたい願いは何ですか？好きな女の子がいるんですけど、どうやって告ればいいですか？恋バナ来た。恋愛真っ最中ですか。いいですね。ちょうどクリスマス直前だからいいタイミングじゃないですか。はい、その子のことが好きで好きでたまらない。どれぐらい好き？こうギザ、ギガント、ギガンティック、ビッグバンの感じで言うと、ビッグバン好き。絶対にその子のハートをゲットしてほしいと思いますので、ちょっと私で練習してみませんか。いいんですか。中川翔子人生史上最大のこう、なんかこうすごい今積極的な恥ずかしいこと言ってます。じゃあしょこたんが夜中に思い出してくれる、告白をしてくれるってことなんですか。そうします。じゃあいいですか。いいですか。その子のことを思い浮かべてくださいね。ずっとずっと好きでした。ねえ、こう言われたらなんて返すんですか。ストレートに言ってあげてくださいね。もう恥ずかしくて死にそうだから。せっかくですから、はい、しょこたんさんだからもう一つスペシャルプレゼントということで、はい、はい、念願のゲームの主題歌、しかもパズドラ Z の主題歌ということで、逆さま世界、ここで今歌わせていただいてもいいでしょうか。うわーい、ありがとうございます。逆さま世界、たった一つじゃ、僕らはいつも泣いてばかりじゃない。逆さま世界、たった一人じゃない。僕らはみんな変わり続けたいのさ。目に見えないものだけ信じてみるよ。涙でも次の奇跡よ。まず寒くないですか。あ、それがですね、このラクーアという場所は本当にずっと大好きな場所ということもありまして、今日は血圧が高いです。全然寒くないですね。嬉しいです。もうこの場所で絶対に結婚する人とデートするぞっていうのもずっと小学生の頃から掲げてきてるんですが、あのスカイフラワーという乗り物乗りながら熱いベーゼをキスをするという。あと2年ないんじゃないですか。あああの今日告ってましたけど、本当に告ったことあるんですか。いやいやいや、それがですね、本当にその告り方が気持ち悪かったことがあるんですよ。私あのハシャハシャハシャってなって、その後結局お腹気持ち悪くなっちゃって胃腸炎になって寝込んじゃったっていうこともあって、しかもあいつ気持ち悪いよなってなって、あのメールアドレス変更されたりとか、そういう玉砕のトラウマばかりですので、はい、でももう先ほど宣言した通りに20代も残りわずかということなので、もうゲームでいうとレベル28、こっからが面白くなるところですよね。絶対に子孫を残すべくちゃんと自分から行こうかなと思います。引きこもりすぎてるとね、出会いのチャンスもないので。あのレベルマックスのしょこたんってどうなっちゃうんですか。レベルマックスの私ですか。レベル最大って言える頃にはもう世界中飛び回って、それだけじゃなくて宇宙も深海も、いろんなところで歌いまくるかっこいい熟女になって、シャンソンバーとか猫カフェとか、そして他の惑星にも土地を買いたいですね。そしてたくさんの子孫たち、ひ孫、やしゃごいろんな子供たちを作りたいと思います。